昔、道田貫はこう言った。タヌキの喧嘩に天狗が出る。これはダメじゃ。天狗の喧嘩にタヌキが出る。これもダメじゃ。私はその言葉が気に入らなかった。まかりこしましたるは下鴨総一郎が三男弥三郎でございます。たぬき会のことを第一に考えるのは当然のことだ。また始まった。脈はあると思うんだけれどもね。弥一郎さんは今でも将棋を指さないのね。毛玉というのは誠に世話の焼けるものだ。井戸の底のカエルにも守秘義務というものがあってね。たぬきでも英国紳士になれるの？剣道将来銀閣だよ。銀閣だよ。愚帝が迷惑をかけてしまったようで申し訳ない。俺は天狗よりも偉い男だ。タヌキが人間に化かされるなんて情けない。タヌキたちを鍋から守るためだ。兄貴に二代目が帰国されたというんだ。ずいぶんタヌキ臭くなられましたな父上。赤玉先生と二代目の間にはとてつもない圧力がある。寂しゅうございました。お帰りなさい。面白くなるわね弥三郎。神羅万象、これエンターテインメントよ。奴は我が息子ではなく、天狗でもなく、二代目でもない。下手に巻き込まれると、尻の毛に火がつきますぜ。あら、私は面白がっているのよ。面白きことは良きことなり。